静岡市の町名の旧市市政以降の変遷を年代別に表にしたものである。表中、町名欄の太字は原尊。は、所在の区名。青いは、青いく、春は、駿河区、清は、清,は清水区。町域が現在と異なる場合がある。旧村、旧町あざらんにある因は一部を表す。太字は、編入前の自治体名。原尊する町名はすべて、青いく。 この期間に消滅した地名因は、その後復活この期間に消滅した地名この期間に、消滅した地名因は、その後復活この期間に消滅した地名この期間に、消滅した地名因は、その後復活この期間に消滅した地名この期間に、消滅した地名この期間に消滅した地名因は、その後復活この期間に消滅した地名この期間に、 消滅した地名この期間に消滅した地名現存する町名はすべて清水区。この期間に消滅した地名旧自治体、旧町あざないの右側の欄は清水市に編入の際に解消される前のあざな。この期間に消滅した地名この期間に消滅した地名静岡市清水区辻、江尻地区の町名案内看板。旧町あざ名も記載されている。 この期間に消滅した地名この期間に消滅した地名2003年から2004年以下の町名はすべて青い国に現存この期間に消滅した地名青いく消滅した地名駿河区清水区この6時は1909年6月30日まで南静木村7月1日に安西4時を静岡市に編入した際に残部が北静木村と合併し静木村となる A.B. しず木村当時、松富一時だったが、編入時に分割。1909年7月1日に、北し木村から解消。A.B.C. 長田村当時は、神殿が後につく地名だったが、編入時に削除される。正式名称では長く不便なため、3、受け神殿と略されて呼ばれることが多かった。千代田村当時の1928年11月10日に、 下足洗いから解消。AB 三輪村当時、足窪一時だったが、編入時に分割。1911年9月9日南、藁品村小瀬戸より分割、新設。福織村の大技となる。AB 宇土村が1955年4月1日に、清水市に編入されたが、四町及び草薙、楠木、楠木神殿が、静岡市への編入を求める。 請願書を提出した。県の調停の結果、四町を改めて、静岡市への編入とした。ただし中野号、谷田は一部のみ編入。出展、静岡市における町村合併の歩み75ページ1955年に、三輪村より編入された、中野里と同音のため、混同を避けるための解消。旧静岡市当時は、 原子図おし発足時に変更したとみられる。なお、青い区、愛淵については、現在までに、表記の変更はされていない。玉川村当時の1922年8月2日に、柿島より分割、新設。旧静木村の油島と似た地名のため、混同を避けるための解消。中島は、安倍川の左岸にある大技だが、道川の右岸に飛び地があり、 隣接している下河原で区画整理を行うためこの地を編入した。清水町当時の1905年6月23日に入江町受信殿から解消。非政治に旧清水町松井神殿を編入。清水町当時の1905年6月23日に清水町受信殿から解消。清水町当時の1916年7月4日に埋め立て地に新設。 AB 清水市編入時に、高橋の一部を、八坂町に編入、残部を、高橋町、天皇町に分割。両河内村当時の1939年11月3日、墨焼きから解消。静岡市に編入時に、町あざなの前に、神原を管した AB 神原町当時の1984年7月1日に、神原から、分割、新設、住居表示。 神原町当時の1985年7月1日に神原から分割、新設、住居表示。神原町当時の1985年10月1日に神原から分割、新設、住居表示。神原町当時の1983年7月1日に神原から分割、日田一町目として新設、住居表示。 カンバラ町当時の1983年7月1日に、カンバラ、小金から分割、日田2丁目として、新設、住居表示。静岡市に編入時に、町あざなの前に、由いを冠した由い町当時の2008年。ありがとうございます。